いや、今日は結構うまくセットできたな。いい感じや。なんじゃこりゃこんにちは、バベル候補の玉城です。今日はですね、先ほど見ていただいた映像みたいなね、シーンって割とあると思うんですけど、抜け毛がテーマとなっております。髪が最近よく抜けて悩んでいるという、ね、方多いと思うんですけれども、その髪が抜ける原因、もしかしたらですね、栄養不足が原因かもしれません。髪の毛ですね、栄養がなくなってくるとどんどん抜けやすくなってしまいます。その結果ですね、抜け毛がどんどん増えて薄毛につながってしまったりするケースが結構多いんですけれども、この栄養不足をどうすれば解消できるのかっていうのをね、皆さんにお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。それではね、抜け毛を予防するための栄養講座というのをね、していこうと思います。栄養講座はですね、この3つのテーマに沿ってお話をしていこうと思います。まず1つ目のテーマですね、なぜ髪に栄養が必要なのかという、こちらのポイントでございます。皆さんね、髪の毛、体とはちょっと別物だという認識ありませんか？実際髪の毛はね、作られてくるときは体内から栄養をもらってパーンと生えてきてるんですけれども、この見えてる髪の毛、これ自体にはね、体内から栄養っていうのは出ません。髪の毛を作るときだけ体内から栄養をもらって髪が作られて、あとはまあ栄養をもらわないっていう仕組みになってるんですけれども、皆さんね、ぜひイメージしていただきたいんですけども、例えば野菜を育てるときにですね、いい野菜をね、育てようと思ったら、肥料とか栄養とかをね、しっかりと与えて、栄養分たくさん送り込んで、めちゃくちゃいいね、まあ、野菜とか果物でもいいですけど、出来上がると思います。でもこれをね、中途半端な栄養だけを与えてあげてしまうと、例えばみずみずしさがなかったりとか、まあ、栄養分がちょっと足りなかったりとか、単純に大きさが小さくなってしまったりとかね、そういうちょっとスカスカな果物、野菜っていうのがまあ生まれやすくなってしまうと思います。髪の毛っていうのも同じで、しっかりとした栄養分をまずは与えてあげることで、健康な髪の毛っていうのは生えてくれますので、こちらをね、皆さんにぜひ意識しておいていただきたいです。2つ目のテーマに行きたいと思います。髪に必要な栄養というのは大きく分けて3つございます。1つ目がこちら、タンパク質。2つ目がこちら、亜鉛。で、3つ目がこちら、ビタミンでございます。こちらにどんな食材にね、入っているかっていうのをね、まとめておきましたので、ちょっと見ていただければと思うんですけれども、髪の毛っていうのはね、もう8割方タンパク質でできています。しかも良質なタンパク質っていうのをしっかり摂取することが、健康な髪の毛に近づける第一歩となります。髪の毛っていうのはね、こちらいろんな役割を持っているんですけれども、その中の一つにね、体内の余分な鉄分を排出するという機能を持っています。で、この機能を生かしてですね、亜鉛を摂取することで髪の毛の育毛促進効果を促します。過剰に亜鉛を摂取しすぎるのは良くないんですけれども、亜鉛を取ることでね、髪の毛が生えようという効果も現れてきますので、こちら亜鉛もね、摂取していただけるといいかなと思います。ビタミンはね、体のことを考えるのであれば絶対に取ってあげた方がいいです。ワカメを取ると髪の毛にいいなんてことが言われていましたけども、全くのデマ情報なので、皆さんあれは信用しないでください。そしてね、食事で脱毛が起きるなんてことは、まああんまりないんですけれども、極端に摂取しなかったりとかすると、脱毛とかも促進されてしまうので、そこだけ気をつけてください。3つ目のテーマですね、髪の毛っていうのはですね、1つ目のテーマでもお伝えしたみたいに、一度生えてしまうとね、体内から栄養をもらうということはもうありません。健康な髪の毛が生えてくるとですね、まあ、太くてしっかりとした髪の毛が生えてくるということになりますので、まあ、そう簡単にはね、抜けにくくなります。でもですね、栄養分がしっかり行き渡ってないと、どんどん細くなってしまったりとか、まあ、ちょっと弱い髪の毛になってしまうので、簡単に抜けてしまいやすくなるんですね。栄養をしっかり持った状態で、 100% の状態でね、髪の毛を生やすっていうのがね、一番大切になってきます。なんでね、栄養分をしっかり取ることで髪の毛っていうのは丈夫になってくれるんですね。ぜひね、皆さんこちら意識して取っていただければと思います。やはりね、抜け毛っていうのはかなり怖い話だと思います。僕もね、やっぱ将来絶対ハゲたくないので、なんとかしてね、対策しようと常に頑張ってるんですけれども、髪がね、抜けないようにするにはですね、健康で丈夫な髪の毛っていうのを作ってあげるしかありません。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。ではまたお会いしましょう。さよなら。